それでは、定刻になりましたので、ただいまから市長邸で記者会見を始めます。本日の会見項目ですけれども、1つ目に、新型コロナウイルス感染症への対策、2項目目といたしまして、防災・減災に向けた取り組み、の、2項目でございます。それでは原口市長、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。原口市長の原口でございます。本日はまず、会見項目に入ります前にご報告が一つあります。先日、私は道路整備促進規制同盟会全国協議会というのがあるわけですが、その福岡県地方連絡協議会の会長に就任いたしましたのでご報告いたしたいと思います。この組織は道路整備の推進や道路予算の拡充を図るための活動を行っている協議会であります。久留米市における幹線道路については交通混雑が著しく市民生活や経済活動に影響を及ぼしている状況があります。福岡県全体としましてもまだまだ道路整備が進んでないと考えております。道路整備推進にはしっかりと政界の会長として取り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。それではまず新型コロナウイルス感染症の対策についての説明を行います。第6波は3月末から再拡大の兆しが見えられたもののその後爆発的な感染拡大には至っておりません。しかしながら連日100人から150人の感染者が発生しており、感染者数は高止まりの状況であります。こうした中で、第6波による久留米市公表の感染者数は5月1日現在で1万8357人となっております。次に若年層の感染者割合についてですが、年代ごとに感染者を見ますと20代、10代の若年層の割合が高くなっております。一方高齢者の割合は依然低く抑えられていますが、これは高齢者では第3回目のワクチン接種の割合が高いことも関係していると思います。次は病床使用率の推移です。これだけ多くの感染者が発生していますので、市内の病床の使用率を見ていますと、一時約 65% まで上昇しました。現在は若干上昇の兆しが見られるものの、30代と落ち着いた状況であります。これは高齢者の追加ワクチンが進んだこと、感染者の中心が若年層であること、現在主流となっておりますオミクロン株がそもそも重症化しにくい特性を持っていることが要因だと考えられております。次は自宅療養者数の推移です。医療機関に入院せずに自宅で療養を行っている自宅療養者数については、最も多い時で2500人に達成しています。現在も1200から1300人ほどの方が自宅で療養を行っております。ゴールデンウィーク等の影響により今後感染者数が増加することが懸念されますが、オミクロン株のように重症化しにくい株が主流のうちは引き続き自宅や宿泊施設での療養が中心になると考えております。こうした状況を踏まえ自宅療養者の診療体制の強化として医療機関のご協力のもと外来診療、在宅往診、オンライン、電話診療体制を構築していきたいと思います。保健所から医療機関のリストをショートメールで患者に送信し、患者自身が自分に合った診療方法を選んで受診をしていただけるものであります。
保険証を返さない診療となりますので、感染爆発時の保険証の逼迫の影響を受けることはないわけですが、受診の、受けることがなく受診の可能が、できます。このように安心して自宅療養を行っていただける体制を確保していきたいと思っています。続きましてワクチン接種についてです。5月1日時点では追加接種対象人口に占める、追加接種これは3回目ですね、接種率は 62.6% です。また65歳以上の高齢者では接種率が 87.8% になっております。なお全人口に占める接種率は全国が 53.1% です。福岡県が 51.7% と比較しても久留米市は 54.5% と若干高く、接種は順調に進んでいると考えております。接種率が低く感染者の割合が高い若年層への接種推進として3点ご報告をいたします。まず1点目は夢タウン久留米での接種です。若い方がよく利用される施設ですから、今回同社のご協力をいただくことができ、2階のイベントスペースで接種ができます。一時は5月21日、5月22日、土曜日曜、いずれも14時から18時までです。対象者はこれは久留米市民の方のみになっております。先着100人で予約は不要です。接種券がなくても接種ができますので、買い物のついでにぜひご利用していただきたいと思っております。2点目は市役所で予約のいらない接種を行いたいと思います。場所は市役所に2階の久留米ホールです。日時は6月1日から6月10日の10日間までの、これは平日のみになります。時間は15時から18時です。木曜のみが19時までになります。こちらも対象は久留米市民の方のみで、先着75人であります。接種券がなくてもその方たちは接種ができますので、ぜひご利用していただきたいと思っております。最後に3点目はすでに実施済みでのご報告となります。市内の大学等で出張接種を実施いたしました。学校の意向も踏まえて久留米工業大学、久留米工業高等専門学校、久留米市内短期大学の3校で行いました。これは4月27、28の2日間で合計151名が接種を受けられております。若年層の接種率は低迷しておりますが、以上のように接種を希望する若年層への接種の推進促進に取り組んでまいりたいと考えております。今回4回目の接種については、4月28日に国から方針が示されました。接種の対象は60歳以上の方および基礎疾患を有する方など、重症化リスクが高いと医師が認める方とされています。接種期間は3回目の接種から約5ヶ月以上の経過後になります。久留米市では一般の方への3回目接種は2月から開始しましたので、多くの方が7月か8月ごろに接種時期を迎えることになります。4回目接種もスムーズに実施できますように、接種券の発送や体制の確保など準備に取り組んでまいりたいと考えております。市民の皆様へのお願いがあります。感染再拡大は懸念されますが、感染を抑えつつ社会活動を動かしていくことも重要であります。マスク、手洗い、密の回避といった基本的な感染対策の徹底をお願いします。特に若い人の接種率が低くなっておりますが、
接種、ワクチン接種にご協力をお願いしたいと思います。最後に今後のイベント開催についてであります。今年のゴールデンウィークは行動制限もなく、久しぶりに家族や友人との時間を楽しまれた方も多いと思っております。今後のイベント開催につきましては、久留米市も国や県のガイドラインに従って感染対策を十分に実施しながら、できる限り開催していきたいと考えています。新型コロナウイルスの感染予防と経済の両立を図っていくために、地域の皆様、企業、団体の皆様におかれましても、イベントや祭りなどの開催についてはどうやったら安全にできるかを考えていただきたいと思っています。例年8月に実施をしておりました水の祭典につきましても、同様の趣旨で実行委員会の方に、ぜひどうやったらできるかをお願いしたい、または要請をいたしたところであります。続きまして、防災減災に向けた取り組みであります。今年は久留米市総合防災訓練を開催いたします。新型コロナウイルスの影響などにより3年間中止としておりました。しかし自然災害はいつどこで起きるか分かりません。今回はコロナ禍でもできる訓練をやり、災害に備えようという趣旨で再開をするものであります。久留米市総合防災訓練は5月15日に加美津小学校のグラウンドを中心に実施をいたします。今回の訓練内容は特に風水害対策訓練、水防訓練、地域活動訓練の3つになります。土砂災害からの救出訓練やボートでの孤立者救出訓練などを実施をいたします。参加していただく関係機関の団体は久留米市を含めて8団体になります。地域の加美津校区には避難所の運営シミュレーションなどの地域活動訓練に参加をしていただきます。私からの説明は以上になります。